コロテンテン長博工房日本レンタカーアーバンネット。背番号15フォワード藤海太、背番号18フォワード、これ井上凛だっけ、はい、はい、リン選手ごめんね、凛です、はい、背番号20ディフェンダー式田優衣、アシスタントはマリさんにお送りいたします。あ、はい、レフリーさんご紹介できる、はい、はい、大丈夫です、はい、します。さあ前半の45分がスタートいたしました。クロスボール来た、あ、面白い、うん、ファーサイド、おー4番、おお惜しい、リプレイ崩して、ちょっとずつ崩して、サイド変えて、うん、さあ井上、井上、おお抜いた、うまい、いけ、クロスボール、いいボール、打てる、惜しい、こう加速力増えたな、さあ来たぞ、いけ、神田、神田得意なところじゃん、中行ってきた、おーしー、あ、まだある、まだある、もう一回持ってきて、シュート、入った、ゴール、こっちだ、おたまげで、大丈夫、塩、塩転んでる、塩ちょっと傷んでるんですよね。ゴールしたな、15番藤海太ですね、お、やったインタビューできるじゃない、前半の26分、ちょっとでも傷んでるんでね、塩沢、はい、塩大丈夫かな、サイド変える、栗田優吾、ちょっとマックパオル、 うまく早めにクロス入れるか、クロスボール、いいね、シュート、あー狙ったのに、今のは見えた、狙ったのか、そう、ここ、おお戻した、シュートコース消したよ、ナイス、激しくクロスボール、おお、ゴールインですね、はやぶさが同点に追いつきました、左からニアにクロス上げてね、前半もう終わるところでした。小野寺と小野寺がね、PK で小野寺負けちゃったんですよ。おお、なるほどね。はい、じゃあカラス前で黄色のユニフォームが、厚木早草イレブンです。あ、イレブンじゃねえや。厚木早草 FC で、ね。そうね。もうサイドから前田龍太郎。おお、いい取り方。フーガ中を見て。うお、いいボール。前田。クロスボール、シュート、決まったー、藤海太前のアシスト、藤海太、はい、すげえな、ですよ、綺麗でしたね、今、いや綺麗、びっくりするぐらい綺麗ね、あの前回の試合は2点ね、お膳立てしたから、今度は自分が決めるっていう、藤海太、はい、言った通り注意、おお、そこにいます、手前に、あ、そう、落ちくんが出てます、オーバーヘッド、おーしい、枠いってましたね、おお、オフサイド、あー、危ない、そう、向こうがね、ギリギリなんですよ、うん、戻した、本村、おお、シュート、はい、タゴやったー、聖家、聖家のゴールすごい、今のは後半の44分ですね、はい、やったね、うん、ナイスナイス、やっぱすごくいいよ、ゆっくり言ってた、元山、あ、元山、本山、もうごめん、元山になっちゃいました、ね、元山、ダメだよ、育ち良さそうなんだから、あれですかね、はい、長い配送になりました、はい、1月の3日日曜日、場所は市原市のね、姉崎サッカー場からお送りしておりました KSL アスレタ市原カップの予選リーグ、はい、
東京23 FC 対厚木はやぶさ FC はね、トータルスコア3対1で、ね、東京23 FC が勝利と、はいはい、映像オペレーターとアシスタント MC ははい、マリでした。はい、ありがとうございました。伊藤さんからね、水分しっかりとってください、ね、だそうです、ね、はい、ありがとうございます。ということでね、次回もね、また配信できるかと思いますのでね、はい、皆さんぜひお楽しみにしてください。よろしくお願いします。それでは関東リーグ最後までぜひお楽しみください。はい、ありがとうございました、皆さん。さよなら。バイバーイ。